さて、先日というか月曜日にちょっと取り上げた、赤い羽共同募金なんだけど、なんかどんどんそこの闇が見えてきた感じだね。コラボ問題からなんかそっちに火種が移った感じがするよね。まあ少なくても扱ってる金額は桁が2つ3つ違うからそらそうだろうとは思うよね。だからどっちも社会悪なのは間違いないんで、いい加減潰せと思うけどね。ただ皆さんも赤い羽共同募金って言われて、それに募金してくださいって言われて、それほど嫌な気はしないよね。残念ながら、残念ながらって言っちゃうけど、しかしともちょっと前のこっち方面に足を突っ込む前の私だったら、普通に、懐にちょっと余裕があればまあって1000円くらい入れてたかもしれないね。たださ、事実として結果としてね、今何をやってるかっていうと、あいつらね、はい、金を適当なところに、いやごめんね、適当なところって名目を適当な看板をつけて、裏にプールしてるなり、自分たちの好きな団体に金を回しているという事実が徐々に見えてきています。はい。なんかね、化粧品なんだって、そこで使われてるのは。化粧品等なんだって。もうね、そのネーミングでね、もう明らかにこう昔のさ、小判を犯して読みました的なさ、発想が見えません？はい。黄金色の化粧品ですよ。はい。ですな。で、何をやってるかっていうと、はい、例えば、はい、要介護高齢者50人に化粧品等として2300万円だって。それから、児童養護施設に62人に化粧品等で2100万円だって。これは赤い羽共同募金の使い道としてね、寄付された金の使い道として、この4600万円ぐらいがそこに流れてるわけよ。ね。だこう高齢者施設とか、ね、児童養護施設って言われる時点で察するものがあるじゃん。あ、うん、裏に、共になんて、共って次のつく塔が見え隠れするよね。あっはっは、みたいなさ、思いません？はい。まあ、事実だ。もちろん、これ公開されちゃってるから余計に問題なんだと思うんですよね。で、公開されてそれに対する批判が入ってくるけど、でもそこの危機もやめたから許してよって、赤い羽共同募金は逃げようとしてるんだけど、当然他のところでそれやってると過去もつつかれるのが当たり前なので、いや、時効になるより前の話だったと思うし、時効になってないんだからね。はい、当然説明責任を取らされられると思いますよね。で、たださ、赤い羽共同募金の存在を許してたのは日本政府もなので、これに関してはね、共にのね、党だけじゃなくて、その母体となっている党だけじゃなくて、それを許容している、まあ、ぶったら日本社会にこそ、ね、降りかかってくるべき問題だと思うよ。はい。募金という名のもとに、寄付という名のもとに金を集めといて、その結果その寄付を自分たちの団体に、自分たちの運営する団体に対して、支援という名で金を落としていく。無駄に多い額をね。はい。ね。で、もう一つ出てきたのがさ、こう、とある地区、松本だったかな？とかで出てきたところだと、まあ、何地区かあってさ、そこの地区の中で赤い羽共同募金にはノルマがあるんだって。資金、市民から集める、住民から集めるための。で、とある自治区がちょっとだけ欠けちゃうと、周りからこう共同連帯責任として集めさせられるんだそうですよ。はい。てかさ、今の世の中さ、寄付するやついるのかなって思うよ、赤い羽共同募金に。あ、でもそれは、そっか、それはこう、自分たちの援助されている組織からすれば、そこの中でマネーが回ってるって感じなのかな。募金されて、それが支援として回ってきて、支援されたから、じゃあ私が余ったから、それをまた募金しようって繰り返し、でもそれって普通に減っていくはずなんだけどさ、不思議なことですよね。で、おそらくこいつらには当然公金が突っ込まれてるんだと思いますよ。はい。ね、コラボと同じようなパターンですよね。まあ、東京都にしろ、ね、多くの自治体からも、資金という名のもとに、支援という名のもとに、助成という名のもとに入っていくんだろうなと思いますよね。でね、結局さ、こう、連帯というかさ、助成とかさ、そういう言葉の名のもとに、なんか否定しづらい言葉の名のもとにこいつらやっていくんだよね。それが非常にこう、悪どいというかさ、もう社会悪をさ、もう辞任しちゃってる感じになってるんですよね。はい。もう、なんていうか、こう、共産党系とか赤系の社会、赤系って言っちゃったけどさ、そっち方面のイベントに行くとわかるんだけど、不思議とね、まあ、わかりやすい言葉は平和とか友愛ですよ。ああいった言葉が飛び交うわけですよ。で、
だけどその中ではこう弱者救済的ながらそこから搾取されていくっていう現実がもうねちょっと片足いやつま先だけ入れるだけでも見えてくるよね。はい、別にさ皆さんにね見に行けとは言わない、見に行けとは言わないけど、そういうそういうのはね事実として知っていてほしいからね。まあそんなこと言ったってさ、あのふるさと納税のなんだっていろいろさ寄付がこう裁かれてるじゃん。あれだってさ中間業者にどんだけ搾取されてるかって話だし、で寄付した先の自治体がちゃんと正しく使ってるからって、あの正直言ってわからんとは思う、とかいつまでも普通にやってるけどね。はい、もう寄付もつけてきてないか。はい、この間もらったマネージャーだって普通にそのあなんだふるさと納税でもらったやつだよね。そまでもね、とはいえだよね、それはあくまで自治体に対しての支援だから、その自治体のね中に住んでる人たちが ろくでもない人間たちの集団じゃない限り、その自治体自体がになんとかなるとは思うんだけど、ただね、こういう組織、赤い羽の共同募金とかいう組織に対して、あるいはコラボとかいう組織に対してはね、本当にね弱者救済という言葉がね単なるお題目とかしているっていうのを皆さんにはぜひとも知っておいてほしいですね。繰り返しますけど、化粧品が絶対いらなそうな50代超えの、あ、失礼だけど、ばあさんたちに2200万円とか、ね、児童養護施設に、まだこう、児童養護施設、児童だよ。児童ってことは、化粧する前だよ。に2000万円とかをやっちゃうようなのが、赤い羽の共同募金だっていうのを、皆さんにぜひとも知っておいてほしいなと思います。はい。ね、皆さん二度と、この赤い羽のマークをしつけてる連中には募金しないことを願って、3問目としたいと思います。ありがとうございました。